ジョニー・ドーキンスはワシントン DC 出身のバスケットボール選手、指導者。現在スタンフォード大学のヘッドコーチ。NBA の3チームで9シーズンプレイした。ポジションはポイントガード。高校時代にはマクドナルド・オール・アメリカンに選出された。デューク大学に進学した彼は1984年のロサンゼルスオリンピックアメリカ代表の補欠にもなった。 4年時の1985から86シーズンに、彼は1試合平均20点に得点を上げて、ネイスミス賞に選ばれた。チームはこのシーズン、37勝3敗という当時の NCWA シーズン記録の勝利を挙げたが、NCWA トーナメント決勝で、ルイビル大学に69から72で敗れた。2556得点という大学記録を残して、卒業した。 この記録は2006年に JJ レディックに更新されるまで残った。大学時代の背番号24は後に永久欠番となった。また2002年にはアトランティックコーストカンファレンスの偉大な50人のバスケットボール選手に選ばれている。1986年の NBA ドラフトで1巡目、全体10位でサン・アントニオスパーズに指名されて入団した。 翌1987年には NBA オールスタースラムダンクコンテストに出場した。1989年8月、ジェイビンセントと共にモーリス・チークス、クリス・ウェルプ、デビッド・ウィン・ゲートとの交換でフィラデルフィアセブンティ・シクサーズへ移籍した。シクサーズに在籍した1990年11月、右足のハムストリングを痛めて手術を行い、シーズン残り試合を棒に振った。 シクサーズには1994年まで在籍しその年10月デトロイトピストンズと契約し、シーズン終了後現役生活を終えた。怪我をした後、出場時間が減少し9シーズンで1試合平均11.1得点、5.5アシスト、2.5リバウンドの成績を残して現役生活を終えた。現役引退後の1996年、彼は、 デューク大学に戻りアスレチック部門のインターンとなった。1998年よりマイク・シャシェフスキーヘッドコーチの下でアシスタントコーチに就任。2008年4月にスタンフォード大学のヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。